が入ったと。これをこういう具合に持って、ね、肘を上げて水をこぼさないように前でこぼす。これが肘肩の使い方なんです。はい、やってみ。あのキャッチボールな、陸のとこでボールが終わるんじゃなくて、その先のフェンサーで、あそこまでボールがスーッと行くイメージでキャッチボール。わかる？これは内野手や。外野の場合には反動をつけなあかんから、左でもろうてもう一回持ってきて投げる。この 2種類を投げ分けるようにキャッチボールをせなあかんわけよ。分かった？はい。で、できるだけ早く相手に返そう思ったら、ボールがこっちへそれたら、フットワークを使って動く。こっちへ行ったらパッと動く。で、これがフットワークや。別にノックを受けんでも、キャッチボールでフットワークもつくわけよ。それぐらい大事。守り、守備っていうのは、キャッチボールができたら、8割は出来上がり。で、はい、あの帽子かぶっといてよ。グローブの使い方。止めて。グローブの芯を相手から見えるように使う。こうなると見えへんわな。ねえ、こうやで。じゃこう。じゃ向こう行ったらこうや。これがグローブの使い方や。わかった？はい。こうやで。ね、グローブの芯が相手から常に見えるように使う。こっち来たらこう、低めに行ったらこう、高めに行ったらこう。これがグローブの使い方。はい。いい。よし。何を言わんとするか言うと、もう一個外して。はい。ね。今、素手でボールを取るっていうことは、ね。絶対エラーせえへん。なんでエラーせえへんのか。小指を使おうと思う。小指を使うからエラーせえ。ちゃんと使えよ。エラーせえ。小指使うたらあかんで。はい、小指使ったらあかんで。取りにくいんや。小指を使わんかったら非常に野球でやりにくい。わかる？バッティングでもそうやで。小指を使わんとバッティングできるか？できません。ね。世の中に出てからでもこれは大事です。大事です。え、それぐらい大事なんよ、この小指っていうのは。だから、グローブをはめても、はい、ボールをはめて、はい、グローブはめても、小指をしっかり使う。そうすると、片手取りしてもエラーしません。大体エラーするってやつは小指を使ってない。だからボールがこぼれる。片手で行った時に。必ずしっかり使う。それを癖つけてください。はい、はい。また？はい。で、それでもあかんやつは自分で素手で取ってください。必ず小指使ってるから。ね。使ってないやつっていうのは必ずこうやってこぼれるの。ね。もうゴルフでもなんでもそうですけど、小指がものすごく大事ない。ちょっとぐらい理解してくれた？理解してくれた？はい。そういうつもりでキャッチボールするんだね。はい。はい。はい、ゴー。他っていうのは、まあこういうところで話したり、まあ先生の話を聞いたりして、自分で吸収して、自分でそれを今度プレーに生かしていかない。あるだからキャッチボール一つにしても、ただ単にやるキャッチボールじゃない、このグラウンドの中で生かすためのキャッチボールをするんだから、そういうのをしないといけない。わかった？はい。だそういうことを考えてやったら、おのずと自分の動きっていうのは変わってくる。何も考えんとただ単にボーッとやってると動きは変わらへんね。それは気をつけてください。はい、はい。じゃあ、まあ、佐々木さんが、まあ、元教え子とはいえ、はい、こう結構仙台に呼んだりとか、はい、YouTube に出演され、させたりとか、結構生意気スクールだけにこう、生意気に高島先生のことを使われてると思うんですけど、そこら辺ってぶっちゃけどう思ってますか？まあ、もともと野球が好きですし、うん、野球の底辺がね、少年野球のその、人数が減っとるっていう、そういうのもあるんで、できるだけやっぱり、協力、するっていう意味で、まあ、年寄りは教え子の言うことを聞いてやるっていうのはまた大事なことかなと思います。ありがとうございます。はい、でもまあ好きなんで喜んできてますけど。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。
どうすれば送球を良くなったり、なんつんだろう、ミスするの怖くミスする恐怖をなくす。はいはいはい。やらしたね。思う人やらしたね。エラーしたらあかんと思うからエラーする。エラーしたらしゃあないわっていう気持ちでいかんと。うん、やっぱりそれに打ち勝たなあかんわな、はい。もっともっと攻めていくな。大体野球っていうのはエラーと三振はつきもんない、はい、ね。エラーした、三振した、その後どうするか、ね。またエラーするのか、また三振するのか。今度こそは表向かっていくのか。それによって上手になるか下手になるか、そこで決まるわけ。だからエラーを怖がったらあかん。もっともっと攻めていかんと。うん、分かる？はい。はい、はい、次。はい。なんで仁王立ちしてるんですか？甲子園の仁王立ち、あそこは僕の聖地です。あそこ行ったら、甲子園行ったらあそこへ立たなあかん。甲子園のお客さんがあそこへ立てって言うわけ。許してくれない、他のとこおったら。はい、次。はい、はい、自分怪我をしてるんですけど、うん、試合とか出れなくてどういう気持ちで怪我を乗り切ったら。ああ、大体ね、怪我をした後出てきてプレーすると上手くなっとん。なんでや、怪我しとるときにいろんな勉強するわけ。本を読んだりビデオを見たりしてね、よし今度は治ったらこうやってやろうっていう、そういう勉強を積み重ねてグラウンドに出てくるから上手になっとん。そういう期間なんよ怪我っていうのは、うん、ただ治すのもあるけど勉強する期間、他のやつが練習しとる間に勉強できるわけ。だから出てきてプレーが始まったら上手になっとかなんですよね。はい、また。はい。行け、でしょ。でしょ。頑張ってよ。はい。実際にまあこうやってオンラインでの勉強の授業だったり、はいはい、こういった高島監督呼んでの実践の練習だったり、はいはい、他の野球塾とナイキスクール違うと、まあいいところ。はい、ええー。保護者の方から見てどう思いますか？はいはい、そうですね、うちの子も勉強がやっぱり得意ではなくて、心配だったので何かそういう塾みたいなのをさせたらいいかなと思ってたんですけど、まあどこに行けばいいのかなと思ってたところに、ちょうどこの野球チームを探してる時にそういう塾もオンラインでやっていただけるっていうのを知って、まあじゃあチームのみんなとやれるっていうところがいいかなと思ってやってみたんですけど、やっぱりその一緒に仲間とやれるっていうところが、まあ子供もつきやすくて、まあ、見てると割とこう楽しそうにやっているので、まあ、続けてますし、まあ、テストの点数とかはあんまりですけど、まあ、続けられるっていうところがすごくいいなというところと、そうですね、あとはもうチームとしてそういうことを取り組めるって、そういうきっかけをいただけてるっていうところがすごく、いいことかなと思いますね。県と市民はさ、6月ぐらいからほら、生意気スクールで勉強、オンラインでやってくれてるけど、成績は上がりました？はい、上がりました。上がった。まあ、勉強する癖っていうのは多分ついたと思うんだけど、具体的にどういうふうに成績良くなったの？声を聞く。テストの点数が上がるのはもちろんで、うん、あと勉強をする習慣がついたから、学校の課題とか提出物もする時間ができて、提出物をちゃんと出せるようになったから、うん、評定が上がりました。上がった。はい、ケン。名前系のスクールの授業の、まあ、ついでに学校の勉強したりする時間があって、それで少し成績伸びたかなと思います。で、あれなんか野球はどんな感じ？野球も考えて野球できるようになってきた。だから勉強と野球っていうのはもうまあやってることは全然違うんだけど、必ず通ずるものっていうのがあるから、これからもしっかり勉強して、はい、やっぱり大人になって支えるものは、まあ、勉強したり考え抜く力っていうのは必ずお前たちの武器になる。頑張ってください、継続して。はい、はい。
はい、じゃあ練習頑張って、はい、ありがとうございました。